ロンカドーは、アメリカ海軍の潜水艦、バラオ級潜水艦の一隻。艦名はスペイン語で、いびきを書くものという意味合いで、発音機関を持つ、ニベカの一部を指す。特に、アメリカ西海岸に生息する、スポットフィン・クローカーは、学名もローンカドーである。スポットフィン・クローカーホワイト、クローカーフレッシュウォータードラムロンカドーは1943年4月21日に、 ペンシルベニア州フィラデルフィアのクランプ造船所で寄港した。1944年5月14日にトーマス・ B ・クラクリング夫人によって命名浸水し1945年3月27日に艦長 R ・ R ・クローフォード中佐の指揮下収益する。収益後論課堂は5月末まで成長訓練を行い、5月26日にフロリダ州ポートエバーグレーズに到着した。 同地を拠点として2ヶ月間に及ぶ対潜水艦船技術開発支援に従事した。7月29日にパナマに向けて出港し、8月3日から戦争が終わるまでパナマ運河地帯で発展演習訓練を行った。8月後半にグアンタナモ湾に移動し、9月半ばに太平洋に向かった。10月3日に真珠湾に到着し、 同年一杯をハワイ海域で過ごす。1946年1月3日にサンフランシスコに向かい、不活性化の準備に入る。ロンカドーは1946年6月1日に退役し、その後1950年代を通じて予備役艦隊で保管された。1960年2月にロンカドーはモスボール状態から予備役状態となり、海軍第11艦区で、 訓練任務に就く。1962年12月1日にギースマイナス301に艦首変更され、カリフォルニア州サンペドロで訓練任務を継続した。1971年12月1日に除籍され、ナインスマイナス301に艦首変更された。後にスクラップとして廃棄されたが、 ロカドーの司令塔部分はワシントン DC の海軍博物館に展示されている。ありがとうございます。